する方法も紹介しておきます。チューニングしたい方はこういう太い輪ゴム2種類用意してください。この輪ゴムを切ってナット側を結んで
ブリッジ側は竹ひごに割れ目を入れて、そこに伸ばした輪ゴムを挟み込む形で固定します。そうすると針の強さを自由に変えられます。6弦をすごい低い音で設定してあげれば、全ての音をチューニングすることができます。音を出すとこんな感じです。1弦2弦は張力が強いのでハーモニクスも出せます。ちょっと微妙ですが、一応音は合いました。一応弾くこともできます。この打撃後部分尖ってて危ないので必ずカバーをしてあげてください。あと100円ショップで売られているようなこういったカラー輪ゴムは可愛くて子供も好きで貼りたがるんですが、簡単に切れちゃいます。切れた輪ゴムが飛んでいくとかなり危ないので、こういうのは使わないでください。作る時のポイントはこのボディの部分の密閉性を上げることです。ここがしっかり密閉されているとかなり大きな音が鳴ります。ぜひ作ってみてください。手を持たせればこんな風にまねっこして弾いてくれます。本物のギターのギター。で、上手。本物のギターがいい。こういう段ボールのギターで興味持ってくれれば、本物のギターも好きで触ってくれるようになると思います。